またね、今日から、まあ、8月スタートするんだけども、ね、あの新しいメンバー今3人来てて、で今日もまた面接 2件、あって、今度直会比率で考えるとね、やっぱ直接部門をもう少し強化したいなと思っていて、でその中でやっぱりね、この時期はプロしか来ていけない時代じゃないかと思ってるわけね。で素人がさ、食べれる時代ってもう終わっちゃったと思ってるわけで、特に不動産業って、そうなんだけどさ、やっぱね、素人のね、寄せ集まりみたいなもんじゃん、はっきり言ってね。でそれをさ、やっぱプロフェッショナル化していくっていうのは何かって言ったら、やっぱり技術とかさ、あとはスキルだとか、あとは資格もそうだな、まあ、そういうものをさ、繰り返し繰り返しこう積み重ねてきた、そのノウハウがさ、生きていく世界だと思ってるのね。だから他の事業と違って我々の仕事ってさ、やっぱりノウハウをね、要するに、商売としてるわけだから、逆に言うとノウハウがないとさ、食えないじゃんってことで、ね、昨日も一昨日もね、大阪に行って、その前はさ、まあ、地方はあちこちずっと行ってるでしょ。でいろんなお客さんのさ、個別相談やってきたんだけども、ちょっとまずいなと思ってるわけで、それは何がまずいかっていうとさ、うちがまずいんじゃなくてね、世の中の風潮がまずいなと思ってるわけで、まあ、あるね、方がさ、まあ、うちのね、もう5年くらいのお付き合いなんだけども、要するに、一昨年からね、要するにちょっと疎遠になっちゃってきてるわけで、物件は買ってもらって管理はしてるんだけども、要するにちょっと疎遠になっちゃっててさ、で物件の情報もね、なかなか要するに、まあ、地方にいると紹介もされなくなってきちゃってさ、それで、まあ、本来だったらどんどん連絡くれればいいんだけども、あ、ちょうどね、今撮ってるからね、この、DVD 見てさ、DVD とかこの動画見てね、お客さんでさ、ちょっとね、たまには電話もちょっと入れてみた方がいいなと思ってるわけで、ぜひ電話していただきたいなと。それは何かってさ、こっちもバーッと動いてるわけだね。お客さんもさ、いろんなセミナー行っちゃってるわけだよね。で一生懸命勉強するんだけど、その中でさ、まあ、うちの会社もそうなんだけど、懇親会とかやってるよね。でさ、懇親会の流れの中から今度ね、大家さんの仲間みたいなのがさ、こういろんな、ね、飲み食いしてる中でさ、やっぱね、煽っちゃうんだよね。俺はこんなの買ったとかさ、俺はこんな風に投資したとかさ、俺はもう何とも買ったぜとか、俺は何部屋もやってくれと。もっとひどいのは、客室ないとね、大家とは認められないんだくらいのこと言うやつがいるらしいんだよ。でバカじゃねえかと思うわけ。もともと何のためにさ、やってるかってことを度外視してね、要するにそんなことをさ、競争して何になるのってことでさ、そういう人たちさ、じゃあ逆にね、あとね、5年後、6年後、例えば10年後にさ、どういうことになるかさ、シナリオがかけてないね。いや、なんでかってさ、不動産投資っていうのは続けて投資していくしかないんですよ。でそれは続けることによっていろんな節税ができるんだけども、続けなくなってさ、止まった段階で、要するに所得税の関係でいくと、あんまり大きく投資しちゃうと、要するに負の資産になってしまうっていうケースが非常に多いわけじゃん。でそれがリスクも高いね、クリス率も高いところでリスクも高いで、だから利回りが高いんだけど、それをフルローンかなんかでさ、どんどん買っちゃってる人たち、これ僕幸せと思わないんですよ、実は。だからある意味では、そういう人たちがね、これからどん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 さ、なんか変なさ、その風潮になってきてね、でじゃあそれ最後誰が責任取ってくれるのって言った時にさ、責任取れないじゃん。でうちなんかはね、今このね、事業をやっていてさ、ね、買ってもらったものはきちんと管理するわな。でその中に入ってるさ、いろんな人いるわけじゃん。でそれもね、リスク抱えながらさ、いろんなことやってるな。まあ、この間もちょっと、事件あったね掲示板に書いてあったけどさ、ね、お前これで何とかしないけどな。でそういうさ、こともいっぱいあるんですよ、世の中。あとはね、滞納者も増えてきちゃってるし、でそれに対するじゃあリスクのマネジメントできるかったらさ、これプロじゃなきゃできないですよ。で素人集団で何ができるんですかってこと、ね、でそれをさ、要するに、ね、口で言ったりさ、するのは可能なんですよ、簡単なことだ。でもそれを実務に落とし込んで、ちゃんと要するに、ね、法的な手続きが取れたり、ね、あとはいろんなことがさ、要するに、ね、事業の組み立てができたりね、するかしないかっていうのはすごい大きな問題じゃん。で僕はね、これね、まあその風潮の中でね、こうやってる人たちでさ、僕ね、もうそろそろさ、あちこちで痛み出してきてるわけだな。でブログなんかをちょっとね、昨日電車の中でいろんな人のこうブログ読ませてもらったけども、もうね、ちょっとまずいよねっていう。で結局さ、なんていうの、なんだかんだ言ってさ、ね、結果的にさ、じゃあ目的なんだろうって言った時に、何かさ、商材売ったりさ、物売ったりするのが仕事になっちゃってるじゃん。でつまりね、
要するにサラリーマンやりながら不動産投資やってるんだけど、じゃあそんなことする理由って何かあるんですかってことですよ。それは理由があるからやってることじゃん。それはつまりお金困ってるからやってるんじゃないのってことなんだよ。だからそう考えた時にやっぱり僕はね思うんだけど、ね、本業は本業、ね、あの思いっきり、ね、要するにあの何のストレスもなくね仕事をしてもらって、で不動産のことはプロに任せてもらって、それで、常にね、要するにいろんな形でアドバイスをしながら、ね、最終的な、ね、あとシナリオとしてはさ、自分のその人生設計の中で、ね、やっぱり良かったなと思う人がいかに増えるかってことなんですよ。それがさ、なんとなくさ、ね、もう競争のようにやってさ、で出口どうすんだろう、これ売れるかなっていう物件さ、買っちゃってる人いるんだよね。でこれ、なんで買う前に僕に相談してくれなかったの、ね、いや、あの担当者の人とね、まあ、いろいろやりとりしてるんだけども、ちょっとね、他で買うから申し訳ないんでね、相談もできませんでしたってわけで、そんなの別にって言ったの。で要するに買う前に言ってくれればさ、別に我々ね、その売ったり買ったりもう商売してるよ。だけどさ、それだけじゃないじゃんってこと。全体の要するに流れの中でこれが本当に正しいかどうかの判断はして、ね、しますよって言ってるわけじゃん。特に常にもうね、あのプラチナ会員での人たちね、っていうのはさ、あの直接いろんな相談に来るじゃん。ね、で相談に来るからいろんなことができるわけだ。でも相談来なければさ、あ、要するにね、進めるもやめるもさ提案できないでしょってこと。で実際もね、大阪の人でさ、あのね、こういう物件が今買おうとしてんだけどね、見てくれませんか、ね、で実際この人うちのお客さんですよ、ね、だから大阪行ったらじゃあ見てあげて、いいから買いなさいよって言ってあげたことあるよ。ね、でそれ買って、でじゃあ管理もしよかったらやらせてくださいと、でこれだったら管理大丈夫ですよって言ってあげてるわけ。別にうちの商売じゃないですよ。でもね、あのそれも管理もね、もらいたいためにのアイデアじゃなくて、実際にいい物件を買うんであればいい物件ですから買いなさいってちゃんと言ってあげてるわけだから、だからそこの部分で、まずはさ、ね、よくこの、ね、我々のさ、ね、不動産コンサルタントっていうね会社ね、不動産コンサルティングのできる会社ってさ、世の中そんなにないはずですよ。だからもっと活用してくださいって言ってるわけで、僕たちもこうやって今どんどん伸ばしていただいてる理由っていうのは、要するに不動産業者の中でも不動産コンサル会社だからいろんなことができてるわけじゃん。で今いろんなことやってるよね。事業は柱をいくつも作ること、ね、やっていて、で、ね、うちの会社は延々に潰れない会社にしたいんですよ。だから ある意味では、ね、要するに我々個人個人の、ね、スキルを上げて、今度教育の制度を設けて、で次の世代の人たちをどんどん育ってあげるってことで、例えばその中でさ、一番分かりやすく言うとね、自分の家族がさ入りたくなるような会社、ね、要するにそういう会社にした方がいいですよ。で、まあ、当然だけどそんな会社ってのは誰でも入りたくなる会社じゃん。でそれは僕たちが目指すとこだと思うわけ。それは何かって言ったら継続性のある会社なんだよ。そのためには何するかって言ったら、やっぱり一流の仕事をするってこと。だから当然だけどさ、まあ、新卒だとか、ね、未経験者とかもね、うちの会社入ってますよ。でその中でやっぱこの人たちが要するにさ、会社全体の評価をされてしまうから、やっぱり一番最初にこの人たちにきちっと要するに教育をしてね、でスキルをなるべく高くすること、であとはお客さんにも、まあ、多少、ね、新人なんだからさ多めに見てもらって、でも、ね、その分は要するにさ、その上の人たちがちゃんとカバーできるような仕組みを作ってあげること、これが大事だと思うな。まあ、ぜひ ね何でもさ相談できる会社なんだから、何でも相談してくれればいいじゃん。電話一本くれればさ、別にそれちょっと待ってよって言って、確認してあげるよって確認できるんですよ。なんでかって、うちさ、ね、北は札幌からさ、で南は、ね、福岡までさ、ね、ネットワーク 8加盟店あるわけじゃん。この人に聞けば本当もう全部聞けるわけじゃん、ね、でだからそういう、ね、地方の物件なんかだって聞くことができるのに聞けないわけじゃん。だから、まあ、ある意味ではさ、うちのオーナーさんって本当はねすごく恵まれてると思うんですよ。でそれはうちのお客さんでだから恵まれてることが普通になってるんだけど、よそに行ったらそれは恵まれないですよ。なんでかって言ったら、ね、要するに税金のことは税理士に聞けばいいと思ってしてるんだよ。でもさ、税理士に聞いても答え出てこないんですよ、ね、法律のことは弁護士に聞けばいいと思ってしてるけど、ね、ノウハウってそういうもんじゃないんですよ、ね、つまり我々現場で行ってね、成功事例いっぱいあるわけだから、これはね、専門職のいくら税理士の先生とか弁護士の先生でもね、わからないことっていっぱいあるわけじゃん。それは我々がいろんな形で、取り組んでさ、ね、その成果は、まあ、本にも書いてるし、ね、書けない部分もいっぱいあるわけじゃんと、ね、だから今回のね、個別相談もそうに来た人たちもみんな納得して、ま、満足して帰ってくれたわけで、それはなんでかっていうと新しい提案をしてるからなのね。
まあ、ぜひね、そういう提案ができるような、要するに我々の、ね、スタンスをね、お客さんにもっと分かってもらうってことが大事だなと思うね。まあ、ぜひね、この、まあ、動画、最近お客さんいっぱい見てくれてみたいだからさ、で見た方はね、とりあえずコミュニケーション、担当者とね、取ってもらうと、比較的今、いい情報がいっぱい流れてるんで、まあ、ぜひこういうのもね、せっかくのチャンスなんで、掴んでいただきたいなと思います。以上。